はい、どうも、三種党でございます。今日は告知です。6月8日、奥井磨くギャラリーさん、札幌市中央区旭が丘5丁目6の61かな、そこでですね、いつも応援している中村天平さんの、ピアノコンサートツアーがね、札幌6月8日、土曜日ですね、オープン15時30分、スタートが16時からということになっております。で、チケットの方の販売の方がもうある程度進んできていて、席の方もまだ若干空きはあると思うんですけれども、いつもね、天平さんのツアー札幌来られた時には必ず聞きに行って、何年も2年3年目になるのかな。で、多分ジャパンツアーの方が一旦札幌6月8日で、次が北海道中標津の方で11月4日まで、こう大体5ヶ月間か。で、この間にもしかしたらまたね、ヨーロッパツアーの方に行くのかなって思いながら、で、今回がオデッセイということでね、ものすごくいつも魂を揺さぶられる演奏を聞いて、天平さんのお人柄っていうものにも触れて、こんな俺でもやっぱりなんかこう音楽っていうものがすごいんだなっていうことがきちんと分かる、本当本物の方だと僕は思っております。で、実際最近のね、ご自身の方でも宣言されておりましたが、他のものにもとらわれず自分らしくやりたいことをやっていくっていうことをまた宣言されて、またね、ずっとチャリティーとか能登半島のそういったもののことで尽力されていたりですとかね。で、鮮烈だったのがウクライナの方で、でもツアーの方で行った時に、ちょっとうろ覚えであれですけども、やるコンサート会場の方が空爆にあってできないからって言ってね、 YouTube の方でも、天平さんのね YouTube の方でもアップされてますけども、シェルターの中でウクライナ国歌を弾くとかね、そういったことを精力的にされている方で、本当にエネルギッシュな方なんですよね。で、そういったものの本物というものをちゃんと、YouTube でいっぱい見て事前勉強するのもいいんですけれども、実際に目の前で聞くとやっぱり全然変わるんですよ。やっぱり音楽っていうものって目の前で、演奏している方がいて、それに携わるということが一番かなって僕は思っております。なので、6月8日奥井磨くギャラリーの方ですね、チケットの方はまだ若干余っておりありますので、ご一緒に見に来れたらなとは思っております。本当に素晴らしい方です。で、ね、やっぱりなかなかピアノコンサートって僕もそうですけども、ちょっと足が重くなるかもしれませんけれども、一回聞きに来てくれたら、また見に行きたいって必ず思っていただけると僕は思います。実際僕はそうなんでね、今まで正直、見に行ったことはなかったんですけども、ね、親友に誘われてこう行ってみたところ、もうかれこれ、3年目ですからね、そんな感じで、本当に魅力はね、僕はいくら語っても仕方がないので、天平さんの方の YouTube の方、概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただくのと、今流れている曲とかもね、天平さんご自身の曲だったりもしますの で、今回新しいアルバムの方、オデッセイの方も当日ね、ご購入できると思います。ぜひこの機会にですね、本物のピアニストというものを、コンポーザーピアニスト、作曲をして弾く人、コンポーザーピアニストに触れていただければなと思っております。ではよろしく、当日皆さんにお会いできることをお楽しみにしております。どうも、三種党でした。